アンビーモリ、今日解散ライブらしいです。こう、僕あれ、あ、サトちゃんっていうか、まあ、深瀬くんたちと、実は、遊んだ時に、行こっかって。でも、俺、キネマクラブあるからってことで、行かなかったの。俺の大親友のロコ。大親友のロコ。アンビーモリは解散ライブしてる。まあ、でも、それは、まあ、人生かまってちゃん。まあ、俺は、そういうくんのことは、まあ、それは友達ですよ。うん。その、まあ、その親友か、どうかっていうのはまた分からんが、うん、宗谷くんは親友って言ってくれたけども、まあけどそこまでの仲にはなると思う。これから先宗谷くんもかもってきたから。だけどアンディーモリとは関係ねえ。俺たちは俺たちのもう本当にホワイトベースに乗っていかなるダンバンドも潰していこう。それはセカオワですら誰でもそう。当たり前だ。俺は本当にそう、それはセカオワは友達かもしれん、でもそれとこれは別だ。当たり前やな、ムカついてるんじゃお前らはムカついてるな、潰してくぞ。何やりましょうか。何がって、いやちょっとアンディ・モリのライバーだから俺も行きたかったと言いなかったけど、まあそんなことでちょっといや、やっぱり、うん、まあ聞こえたかもしれないけど、まあわかると思うけど、まあ、そうへ、本当にお前に捧ぐわ。今もやってると思うけど、今日解散だけも知んないけど、またちょっとみんなで対バンしようぜ、俺らと。うん、と、そうへの新しいバンドを対バンすることはあると思う、新生かまっちゃん。うん、そう、そうへのロックンロールは鳴りやまねえかな。何が言いたらせるって仲良さ Thank you.
今、本当にやばい。脳みそ出てるよ。鼻が、多分これ脳みそ。ダイアンさん、ありがとう。お前ら最高のアーティストだぜ。アンディモリよりも、人生かまってちゃうよりも、お客さんが最高のアーティストだった。これは本当に、ありがとうございました。お前らいいライブ見たとかじゃないよ。俺がお前らのいいライブを見た。アンサーす。すげえ。俺なんか、僕なんか今日いいライブ見たわ。本当に、お前ら最高のアーティストだよ。こんなにアーティストがいるホワイトベースだぜ。潰せねえわけねえだろ。さあ、とりあえずやってこうぜ。